山本つよしは、日本の政治家、元衆議院議員、東京都生まれ、駒沢大学経営学部経営学科卒業、大学在学中、決闘間もない日本新党に入党し、選挙運動に携わった。日本新党解党後、当時衆議院議員だった中村時宏の事務所スタッフを経て、伊藤中年寮に入社。後に退職し、衆議院議員、 タルトコ新次秘書、参議院議員、大久保務秘書を務める。2009年、第45回衆議院議員総選挙に、民主党公認で、福岡パックから立候補。現職の内閣総理大臣であった自由民主党の麻生太郎に6万9000の大差で敗れたが、重複立候補していた比例九州ブロックで復活し、初当選した。2012年の、 第46回衆議院議員総選挙では麻生に10万票帳の大差で敗れ、比例復活もならず落選した。2014年の第47回衆議院議員総選挙では、福岡一区に国会して立候補。自由民主党前衆議院議員2人が無所属で出馬し、保守分裂選挙となったため一時は優勢を伝えられたが、井上隆弘に敗れ、比例復活もならず、 落選した。2017年の第48回衆議院議員総選挙では、福岡一区から希望の投稿人での立候補を、目論むが、10月3日、希望の党は、日本の心の福岡支部長を擁立すると発表した。無所属での出馬を検討していたが、立憲民主党の枝野幸男代表から連絡を受けた。10月5日、記者会見を開き、 同党からの出馬を表明した。総選挙は10月22日に行われ、現職の井上隆弘が当選した。山本と希望の党新人は、共倒れで落選。山本は比例九州ブロックで同党が獲得した3、議席に届かず、比例復活も叶なわなかった。2019年8月、立憲民主党を離党した。2021年9月、 日本維新の開公人で第49回衆議院議員総選挙に出馬することが報じられた。2011年12月、週刊文春に、同じ民主党所属の西村雅美参議院議員との議員宿舎において、反動性不倫をしていると報じられる。ありがとうございます。